はい、今回のダブルストローク大きく分けて3種類のやり方があります。まず1つ目は手首を使った叩き方、2つ目は肘を軸にして前腕を回転させる叩き方、最後3つ目は肩を軸にして腕全体を回転させる叩き方。はい、この3つ目、肩を軸にする叩き方が一番簡単で大きくコンガを鳴らせますので、これについて解説します。まず肘を軽く開いた状態で腕の形を固定してしまいます。この固定した状態のままで肩を軸にして腕を振る。この回転を利用して2回叩きます。ダウンダウンで2回です。ダウンダウンですね。ダウンアップでもいいんですけれども、音量が少し落ちてしまいますので、コンガの場合はダウンダウンがおすすめです。ダウンダウン。はい、このように使う場所を意識して練習してみてください。